はい。というわけで、どうも皆さん、こんばんは。ワッソンでございます。というわけでね、今週も定期ライブ1時間遅れで、今回はこの頭痛というゲームをやっていきたいと思います。というわけでやっていきましょう。タイトル画面だとゲーム音がないからね。だってどんな感じのゲームだう頭痛なんかね、体調不良によって行方不明、行方不明というか、その閉館した資料館みたいな。おお、ちょっと音量でかいかな。そ,そこに主人公向かうと。なんで、新婚資料館かな。 深かな資料館に入場してから体調不良を訴える来客が続したことで評判が下がって客足が年々低下か,か。で、行方不明者。G ニュース。20%しかないよ、充電。もっと充電してこいや、こういうをこんだらさ、携帯のライトとかないよね、これ。うーわーなんで行こうと思うんだろう、こういうところに。OK、やっていきましょう。扉が閉まっていて開かない。こんなことばある方がと、工具を持ってきたんだった。不法侵入。これで、あこうか。え、どこだ、資料館。これまだ奥 あここだ。あ深ふれなんだ。新婚じゃねえんだ。立ち入り禁止だ。開くの開かない。別の入り口、ないかな。別の入り口、大だいたいこういうとこだけど。ああ行けるわ。ちょっと待ってさくながらこの辺なんかないかな。何かないいかなと思ったらいけねえわ。もうここしかねえよっていう話か。行くか。よいしょ。じゃあ先行きましょう。さてなんでずつうわー来たわ。ああもうライトはつきてるよね。オッケーオッケー。お写真？誰かの顔写真がある。 あ、三代目館長、まさヤさん。誕生日2月8日、B 型。覚える必要あんのかなつかない。ブレーカーが落ちてるのかも、もう閉館したところで、さすがにブレーカーはつけっぱなしなわけないもんな。オッケーオッケー。で、これがお、ブレーカーの電気をつけた。いるしなんか。何こいつ。え、普通にいるやん。バゲも乗るやん。あ、鍵ゲットあったっけこんな最初から。え、あいつが頭痛の原因襲いかかってくんの 結構でかいぞ。俺の体長が、まあ、平均男性ぐらいだと考えたら170ぐらい。ってことは2メーター以上あったよな、あいつ。おっびっくりした。あいつかあいつがやったのか、これ。あー、あれか。先封鎖されてた、あの、なんていうの。ロッカーが倒されたのか。ここはパスワード。あー、やっぱ入力式か。あ雑巾。うわあここもパスワードあんのかい。トイレか、これ。いやホほらでトイレで定番でしょ。ここは封鎖されてる。酒進めそうないか。トイレは。 おいおいおい、あったかさっきまで。上から落ちてきた。ハンマーゲット。壊せそうな場所ってどこだあ、ここが鍵かかっているってことは。開いたー。うわぁ。何あいつなんか帽子かぶってる。なんか侍さんみたいな。すごい、なんか異様な存在じゃなかったね、あの人は。これは地下室の通気口をくぐりたい。何それそんな事務職員のメモあんの今日は館長の誕生日だったらしい。 早速館長が管理している金庫に誕生日を入れてみたら見事に開いた。パスワードが誕生日とは単純だなあ。ああ、そういう話。2月8日だっけだな、2月8日だな。じゃ金庫か。えー、っと、0208かな。開いたわ。鍵だ。で、えー、っと、鍵オープン。で、崩れていた先に行けると。ん確認進めそうもないな。どうすんだこれ。これハンマーでぶっ壊すそういうわけでもないな。あれ、開けたけどどうすんだ エントランスから第2倉庫にかけたの廊下で改装工事か。第2倉庫へご入用の方は、展示室を返してか。じゃあ、あそこになんだな、第2倉庫がうーん、わかんねえ。あったわ、後回もうちょっとわかりやすかったんかな、俺が見えてないだけで。あ、先進みますか。こんなんもあるの、地下室への。うーん、地下室か。原因っぽいものはありそうだけど、通知口を取りたいとこれあるんかーい。汚れていて読めない。だとしたら、これでだろう。 はい205なのかまたあった地下室の地じこくぐりたいどんだけくぐりたいんだよくぐれよ勝手にくぐっとけよ行くかじゃあローディングお行ったあ戻れねーお不可村の生役屋をいたんでいる人が書いたもの,のようだ2021年7月27日うん今日の日付だ俺うんあ,あったか今メンテナンス玄関の鍵 ううが開いたののか受付の横から遠よりうめき声こえー、今日は停電が起きた。左にある普段開かない扉が停電の時だけ開いた。電気を使ってロックを受けてたかなこの部屋はなんもないの。いや、あるなぁ、なんか。頭が痛い。はの骨が集まってこれか鍵薬ってやつ。これを買い出せいで頭痛くなったと。これが原因っぽいなやっぱり。一回戻ろう。エントランス玄関の鍵か。ここの鍵ってこと開いたわ。あれ おおなんかいる失敗かこれ出ていけんと思ったけど脱出失敗資料改編集とりあえずちょっと続きからやろうどっからハンマー出るあ、上あったわ見えてなかったわ見事に引っかかってたんだな本当に多分ここでしょオープンここは何何があるんですカップラーメンあるわ照明権切のカップラーメンなぜそんなもの手にてどうしようとあ、開いてる あれこんなんあったなにこれお供えすんのカップラーメンをえ開けてくれこれあ、閉まったなにどういう仕組み地蔵に照明限りのカップラーメン渡したらどうやってくれだけど照明限り限って言うから俺、天んまつなんじゃないのこれおお、なんかいる焚き進もうとしたらおうわ貴様ち筋切りかなんか好奇心にかられて奥行ったらやられたわちょっと調べようかな ちょっと分かったかもしれん。ブレーカーつけない。やっぱあるんだな、ブレーカーつけないわ。まず、何もつけずに、鍵と、ハンマー、0208、OK の鍵。で、地下室。ここが空いてるらしい。ブレーカーをつけてないことによって。ここだね、あの、正面入り口からここや。ここにある。お金はあの、省略をいたんでいた人が書いたものが。またか。この薬のこうかなんかをしてたらい,い休んだら治った。あ,あ、おお<う>肝。なにこの目。目なのかなえ、なにこれ。 おお目が。なにこれ俺でも幻覚見た。おおなにはけけなにあれオウムこれも脱出がエンド終わったー。で次がが2057。このカップ麺をどうやら食うらしい。で食う方法が連打あ食った。 え、乾麺だけどお湯なし。ローリンえ何これ？何この世界？供物？何。カップ麺が出てきた。何カップ麺の神様あどっか行った？何これ？ん。何あいつ顔地蔵の顔食われたっていう話俺。俺代わりに明日失敗で。 どうやら脱出する方法もあると。もう当たり前だけどね。一とりバットをさ出てきて消えます。で、ここでハンマーを壊して戻ります。エントランスと資料室の間に新しい道ができている。ここや。やっぱ受付のここの左で音がするぐらいここになんかあるんだね。やっぱ見とりずみしてよ。で、あれさっきおったようなあの目玉のやつは。なにこいつ。 い,いんだなな出れるなこれるこが原因全然わからんけどこいつが頭痛の原因でよめき声これが星に行くの正体出れんのかな先進いますかはい出れんの素直にブルーエンドだから出れるとは思うんだけどこいつ何結局殺さないの行方不明者は俺なんか彼女がなんか救いきたいんじゃないの行方不明者女性だったけどバイト成功成功してもよくわからん あの結局でかいやつは何だったかわからんしな。浪人が省略や切りつけたってことは。分かんね。とりあえずじゃあ、一応これで完全クリアかなというわけでね、最後までご視聴ありがとうございました。ちょっと結構あっさりめでしたけど、最後は。まあ、また次回のライブでは、もしかしたらまた単発系のね、ホラーやるかもしれないし、ストーリーのやつやるかもしれないです。というわけでまた次回のライブでお会いしましょう。またね。